こんにちは、ニケです。今日はトンデムンで朝ごはんができるチゲ食堂に行きたいと思います。24時間営業のお店でローカル感もあるから韓国を感じやすいんじゃないかな。早朝便で帰る前に朝ごはんしたいっていう方はぜひ参考にしてみてね。また動画の最後にお店の総評結果を正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。それではカジャーということで、今回訪れるのがこちらのキムサンボというお店。ドアもオープンでザ・韓国食堂って感じのお店に入っていきます。お店の外にはメニューが貼ってあって、日本語も書いてあるからどういったメニューなのかわかりやすいですね。また時間的に店員さんもご飯食べてる時間だったから、特に入店しても何も言われないってことで席に勝手に座ります。注文は席から店員さんに向けてちょっと大きめな声で注文しました。ってことで、じゃじゃーん、僕が注文したのはキムチゲです。ガスコンロなのでこちら火をつけます。日本のコンロと同じ容量で回せば火がつくので、このように火がつくから沸騰するまでとりあえず放置。このキムチゲがテジキムチゲっていうので、豚肉のキムチゲになっています。他にもおかずにキムチ、黒豆、そしてもやし、3品ついてきます。火を切ってから沸騰するまでおよそ3分ほどだったかな。ただ煮込まれてはないので、まだとりあえず火沸騰した後中火とか弱火ぐらいで煮込んでいきました。ただそうするとラーメンがふにゃふにゃになるからちょっと微妙なんですよね。とりあえず中身何入ってるか一旦見ていきます。中には先ほど言っていたラーメンが入っていて、その他にもテジキムチゲなので豚肉が入っています。そしてキムチゲのキムチ。またご飯に関しては釜飯なんですよね。このお店10分ほどかかるから、とりあえず釜飯は待っています。ただラーメンがあるので、炭水化物かながあるので、とりあえず食べ進めてもいいかなって思います。そうこうしていると、じゃじゃーん、熱々の釜飯が来ます。蓋もお皿なんですよね。で、熱伝わるのでお皿ちょっと気をつけて取りましょう。韓国のおしゃれ系釜飯、最近流行ってるようなやつね、と違ってがっつり普通の白飯の釜飯だから、おこげとかも結構だいぶしっかりついてますね。ってことで、この釜飯の中に入っているお米は別のお皿にすべて取り分けていきたいと思います。日本もそうなのかはちょっと不明なんだけど、韓国では釜飯に入っているお米、これは最初に全て別のお皿に取り分けて、その後お湯だったり水を入れていくことになります。ここのお店は水だったので、とりあえず水を入れるんですけど、注意していただきたいのが、僕のこの水の量はめちゃくちゃ少ないです。ちょっともうちょっと多めに入れた方がいいと思います。ってことで、釜飯とキムチゲ早速いただいていきます。じゃあもっけすみだー。ということで、今回トンデムンのキムサンボさんでキムチゲ、そしてカモ飯いただいております。キムチゲに関してなんだけど、僕そこまでしっかり煮込めてなかったので、ちょっと水っぽいです。時間経ったらちょっとずつね、お肉のコクっていうのが出て味も濃くなっていくんだけど、今この状態はね、そこまでコクが出てない、ちょっと水っぽさは強いかなっていうところ。弱火で火つけとけば早く煮込まれてコク出るから、そうですね、ラーメンだけ別皿に普通しておいて良いかも。僕はラーメンがふにゃふにゃになるのあんま好きじゃないから、ちょっと早めに止めちゃったんだけど。そして辛さに関してなんだけど、辛さは辛ラーメンぐらいかなって思います。普通にピリッとした辛さがあるかなっていう。で、ご飯なんだけど、ご飯ね、今これ沸騰してるんですよ。水の量が少なすぎたので、ちょっとね、熱々になってるんですよ。大量に湯気も出てきましたね。じゃじゃーん、こんな感じになりました。これスプーンですくっていくと、もうふにゃふにゃです。おこげの部分も簡単に取れます。きつね色で美味しそうですね。お茶漬けみたいになるのが普通なんだけど、全然水入れなかったからもうこんな感じになりました。おこげが全体的に埋まるちょっと下らへんので、水入れておくのがいいと思います。じゃないと僕みたいにすぐ水吸い込んで蒸発して超沸騰するので、そこだけはね気をつけてください。
かずが3つあったと思うんだけど、黒豆がちょっと好きなんですよね。キムチに関しても味濃いめで美味しかったんですよ。だからキムチと黒豆と釜飯のコシがしっかりしたご飯、これを一緒に食べるっていうのがこのお店はだいぶ良かったですね。そんなキムサンボさんなんだけど、日本語メニュー特になかったです、お店の中はね。ただ外のメニューには、日本語と料理の絵が貼ってあったから、注文するときその写真撮ってこれみたいな感じで見せてもいいし、中には絵がついたメニューが壁に大きく貼ってあるので指さしてでも注文できると思う。あとね、ローカル感なお店なんだけど、お店ね広々としています。だからねテーブルも大きくて結構居心地は良かったかな。ぎゅうぎゅうなお店ってゆっくりしにくいから、その点で言うとここは居心地いい方ですね。あとキムチゲなんだけど、以前はね8000を約800円でやってたみたいなんだけど、値上がりして今回ね1万ウォン約1000円になっちゃってたんですよ。ローカルのお店でも値上がりどんどんしていってるので、本当に安いお店っていうのはちょっとなくなってくるかもしれないので、安いうちに韓国行きましょう。ということで今回もおすすめポイント3つまとめていきます。まず1つ目がローカル感を味わいやすいっていうところ。トンデムンで日本人のお客さんも入りやすそうなお店だから、韓国旅行中初韓国とかでもローカル感味わえるかなって思う。2つ目のポイントは釜飯が本格的で良かったっていうところですね。おこげもしっかりついてて結構好きな方の釜飯だった。最後に3つ目のポイントは24時間営業で行きやすいっていうところかな。朝だけじゃなくて深夜とかも行けるって考えたら、お酒飲んだとかにちょっとキムチゲみたいなこともできて面白いと思う。じゃあそんなキムサンボさんの今回も味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。では発表すると、味5、コスパ3、接客4、清潔感4、総評結果は1。機会あればまた行きたいなって思えるお店でした。ちなみに他のメニューなんだけど、ツナチゲっていうのがあった。ツナのキムチゲかな。僕これ食べたことないんですよね、ツナのキムチゲとか。ちょっとめちゃくちゃ惹かれたんだけど、通常のキムチゲにしとこうと思って、もしね気になってる方はツナのキムチゲでも食べてみてください。じゃあもうおすすめだー。ということで今回はトンデムにあるキムサンボのご紹介でした。キムチゲ朝ごはん食べたい時に良さそうですね。ちなみにトンデムにある DDP っていうところなんか、 BTS フェスタで夜イベントをしてたそうです。今はもう多分やってないかもしれないけど、ちょっと前にもいろいろで花火大会あったしね、 BTS の。そういった現地情報もインスタでよくシェアしてるので、よかったらフォローしてくださいね。それではご視聴誠にありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いてあるので、ぜひチェックしてね。行って美味しいお店、食べて美味しいものなどがあればコメント欄にどうぞ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。